どうもこんにちは。アラン入門の続きを今日もやっていきます。ちょっと間空いちゃったんですけれども、前回の続きですね。前回ハンドルコールを実装したので、続きの実装をしていこうと思います。ハンドルコール終わったんで、ここからかな、ハンドルキャストからですねやっていこうと思います。これが、バスマネージャーですね、はい、でハンドルコールのリプライ OK で、ただただリプライ返す、フォールバックの実装までできた感じですね。何も当たるものがなければこれに来て、何もしないで返すみたいな感じです、はい、でハンドルキャストの実装ですね。ハンドル、キャスト、ハンドルキャストの方はチェックバスとか他のまだ実装してないものの受け口になるやつです。バスネーム、ステート受け取って、よいしょ、ちょっと待った、これ、はい、でケースで、また ebus にサブスクライバーズっていうのがあるんですね。ほとんど ebus の方にいい感じのメソッドがあるんで、そいつを使って、ゴニョゴニョしてる感じですね。バスネーム、違いますと。デフォルトと違ってれば pg2デリートバスネーム PG2 っていう、またわけわかんないの出てきましたけど、何かをやるみたいです。で違ったら OK と、これは、サブスクライバーズが空の場合で、かつバスネームがデフォルトじゃないときは PG2 のデリートっていうのをやってくれってことですね。これがガードクーになりますね、はい、でこっちがマッチですね、条件パターンマッチで、何でもなければ OK するということで、バスのチューブラリンのバスを消すっていう感じですかね、はい、次ですね、あ、次っていうか続きか、 WS ハンドラーのセンドアクティブチャンネルズで ebusチャンネル図を送ってあげるということで、これで全体的な使用してる、チャットルームの一覧を返すっていう実装になるんですよね。はい、こんな感じかな。あ、続きあるのかこれ。あ、ないか。はい、で続きのハンドルキャストですね。ハンドルキャスト、これだけか。で、メッセージを受けて、ステートをもらえますと。で、この場合は、何もしないで、ノーリプライで、ステートを返すという形で、OK という形ですね。はい、この PG2 デリートはちょっと何やってるか分かんないですけど、これは実装した後に見ていきます。ついでに言うと、どれだっかな。この ETS もまだ何者か分かってないので、ちょっと後で見ていこうと思います。次回かな。で、続きの実装ですね。もう大きな実装はないと思うんですけど、ステートでノーリプライでステート、これただただなんか穴埋め実装みたいな感じですね。何もしないけど一応実装しとく、しとかなきゃいけないやつみたいな感じでしょうか。ターミネートも、まあ、実装しなくていいんだったら何もしなくていいんだっていう感じですね。ステート、はい、でこれで受けて OK 返すだけと、特に何もする必要はないってことですね。あとはコードチェンジ、これも特に何もしてないですね。オールド VSN とオールドバージョンとステートをもらって、エクストラをもらうらしいですが、特に何もしないでステートを返すということですね。ここでコードチェンジで古いバージョンから新しいバージョンにするときに、ステート上何か追加変更等あればここでやれっていうことだと思います。よいしょ、はい、ホットリロード的なことができるんでね。バインドテストリスナーですね、はい、これはインターナルファンクションズですね、はい、何してるかは何だか分かんないんですけど、まあ書いていきましょう。ファンで
チャンネルと、メッセージを受け取ってコンテキストを別で受け取ります。はい、理解はちょっと後かな。 IO フォーマットするだけですね。 PID でニューロピーで、チャンネルズ、チャンネルがニューロピーとで、メッセージがニューロピーと、まあ、これ出す文字なんで外れてても別にいいんですけど、コンテキストがニョロ P ということで、最後にニョロ N と、ニョロ N N で、セルフが PID ですね。でチャンネルもらってきたやつですね。チャンネルと、メッセージとコンテキストをそれぞれ出すと。でバックですね、我はどっちかっちゅうと。でエンドと、はい。でこういうのを作った上で、リスナーとして作ってあげると、 e バスハンドラー new f でリスナーで、テストっていう人を作るのかな、これは。テストさんを作って、OK で ebus のサブで、デフォルトで、リスナーに渡してあげるということで、この人は必ず IO フォーマットで何かしらこういうのが来たっていう情報を出すやつになるので、まあデバッグ的に使えるよということでしょう。はい。で、これで実装終わりですね。はい。で、ETS とステート、あ、これなんだ。ターミネートは、こうか。アンユーズとか、あ、いいのかな。あ、ターミネートですね。はい。間違ってただけと。はい。で、ETS と PG2 っていうのは、次回にしようかな。ちょっと調べてみようと思います。で、次にやりたいことがあるので、その話をちょこっとして今日は終わりにしたいと思います。Apps のですね、今チャットバスの方をやってるんで、これがサーバーの方なんですけど、クライアントの方ですね、クライアントの方少しだけ調べました。で、Ionic と Polymer というのはそれぞれ CSS フレームワークというか、今で言うとリアクトとかビューとかそういうものの前身というかになってるフレームワークみたいなもので、まあ、全く別物のフレームワークですね。そういったことをするもので、今もう開発されてないようなやつなので、あんまりちゃんと勉強する必要はないっていうレベルのものです。まあリアクトの当時はリアクトがなかったからこれを使ったっていうような形じゃないかと思います。でIonic も大体似たようなもので別のものですね。で、こっちは iOS と Android の実装になっていて、おそらくネイティブアプリとして動かせるとかいうのがあるんじゃないかと思います。JS で書いて。っていうのが Ionic ってやつですね。で、Polymer は、まあ、Web の UI を作るもので、Web の UI を作ってるっていうものですね。で、Polymer自体はものすごい古いので、あまり深掘りはしないで。どういうことしてるのかっていうのだけ見ていこうと思います。はい。ということで、次回は ebus の方ですね。これか。わけが分かってないこの ETS ってやつと PG っていうのが今日出てきたので、こちらの方の、解説というか、まあ、見ていってどういうものかっていうのを確認して、で、全体的な流れを見ていこうと思います。で、次回、その月からフロントの方の実装をちょこっと見て、で、ちょっと古いんでね、リアクトかビューかで、一応見た限りサクッと作れそうなので、ちょっと新しいフロントを作って、こうやって実装するんだよっていうのを見せれればなと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。